ウィリ・ラファエル・カストロ・カペランは、プエルトリコのリオ・ピエドラス出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。MLB のデトロイト・タイガース所属。2013年7月にアマチュアフリーエージェントで、クリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。2014年、参加のルーキー級アリゾナ・リーグ・インディアンスで、プロデビュー。43試合に出場して打率。239、日本塁が。 11打点を記録した。2015年は A-9 マホーニングバレースクラッパーズでプレーし、67試合に出場して打率。264 1本塁打、25打点、20盗塁を記録した。2016年は A 級レイクカウンティキャプテンズと A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、2球団合計で試合に126出場して打率。 258、7本塁打、四49打点を記録した。2017年は a 級リンチバーグでプレーし、123試合に出場して打率。290、11本塁打、五58打点、19、盗塁を記録した。シーズン後に40人枠に登録された。2018年は AA 級アクロンラバーダックスで開幕を迎えた。 2018年7月31日にレオーニス・マーティン、カイル・ダウディとのトレードでデトロイト・タイガースへ移籍した。移籍後は参カの AA 級、エリー・シー・ウルブズとトリプル A 級、トレード・マット・ヘンズでプレーした。2019年はトリプル A 級トレードで開幕を迎えた。8月24日にメジャー初昇格を果たし、同日のミネソタ・ツインズ戦でメジャーデビューを果たした。 9月22日のシカゴホワイトソックス戦で女子オーシックからメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは30試合に出場して打率231本塁打8打点を記録した。ありがとうございます。